はい、どうも皆さんこんにちは、 G3 です。本日も、ロキやっていきたいと思います。やっと謎解きがね終わったと思ったらまだ謎解きが。この杖、綺麗な狼の彫像が彫ってある。でも一体何に使うのかな。やっぱりここに何かを置くための隙間がある。きっともう一本の杖がいる。どこなのか見当がつかないけど。ああ、どうやってあれを渡ればいいの？これは他のものと向いてる方向が違う。あんなところにお羊の頭蓋骨が。だけどあれこそリストにあったものね。ああ、そっか、あれが欲しいって言ってたんだもん。取りに行くの！氷の巨大な手だ。ただの彫刻だといいんだけど。どう？手が？何が起こっている？私を誘っているの？行けと。流れに沿って。さあ、チョラ。さあやってみよう。もう少し我慢しててね。ふう、硬かった。あなたが私を助けてくれましたね。もう一生取れないと思っていましたよ。うん、無事でよかった。グレートマザーツリーに頼まれてあなたを探しに来たのよ。そうですか、母上が私を。ああ、なんと嬉しい。何世紀もこの岩棚で一人ぼっちでした。待って、もしかしてあなたですか、グレートマザー。ああ、やっと繋がれた。さあ、お嬢さん、我々の根の道を使ってください。やった、ありがとう。さてと。どっちから先に行こうかだね。まあ、とりあえずこっちから先に行ってみるか。ひょえー。思った以上に奥深い。どこなんだここはっていう感じだな、これ。なに？なんか奏でてるんだけど。ああ、この場所は一体？それとあの音楽は？なんか出てきた。お前が、音楽がお前を呼んでおるのじゃ、娘よ。お前は何かを探しているのじゃの。このホッセグリムが力になってもいいぞ。タコかなんかですかね。私が探しているのは私の弟、小さな男の子なの。見かけなかった？ずいぶん長い間我々の水に踏み込んでいた子供はいないの。だが我々は様々なものを隠し持っておるぞ。入ってみるといい。やめておくね。わしの妹ならお前を簡単に水の中へ引きずり込むじゃろう。わしは最近誰も引きずり込むことができん。お客さんへのおもてなしとしてはちょっとね。わしは水の精霊じゃ。水は優しいのではないぞ。水はわしの歌と共に流れておる。メロディーによって何かを育んだり破壊したりするのじゃ。音楽で水を望むままに操れるの？すごいね。そうじゃ。お前は演奏できるようになりたい楽器はあるか？
あるな、確かトロルがなんか使ってたやつ。いいえ。もちろん備え物は持っておるな。ごめんなさい、持ってないよ。ではここには何を言って、一体何をしに来たのじゃ。私ヨートナルのとこへ行かないといけないの。ガーディアンたちのことか。我々の池にはもうやってこないが、彼らのところには行ける。彼らのところには行けるけど、狼の頭がついた杖が必要なの。いつか石の生き物がそのものと似たようなものを持ってきたことがある。だが杖を何に使う。わしの力が欲しいなら食べ物を持ってくるのじゃ。彼女はフルートに魔法の力を入れて欲しかったのじゃ。兄弟を取り戻すためにな。石の生き物、彼女ってトロールのヒルダのこと。名前は名乗らなかったが、彼女はある意味で賢いものじゃったの。まだ持ってるか直接聞いてみる。ありがとう。あの鼻で吹いてたあの笛のことかな。山を登ったらホッセグリムという不思議な生き物に出会った。大きな水のハープのような楽器を鳴らしていた。橋にいるトロールのヒルダなら探している狼の杖を持っているかもしれないと教えてくれた。とても散らかってる。誰がこんなにお皿を置いたの。わしの知恵を求めるものじゃ。何のために。音楽を極めるためじゃ。音楽が自分の中で川のように流れ、波のように立つように。水そのものを操る力を望む者もいた。それであなたに食事を捧げるの。そうじゃ、楽器と食事じゃ。水を操る、望んでいたのはそれだけじゃないはず。きっと何かがもっと。お前は賢い子じゃの。この力お前も欲しいか。とても魅力的だとは思う。ではこの乾きの石らを満足させねばならん。魔法にはこの石のパワーがいるのじゃ。満足？どうやって？三つの泉の力を石たちに捧げるのじゃ。一つ目はもともと大きかったが今は小さくなった泉。二つ目はもともと綺麗じゃったが今は汚れておる泉。最後の三つ目は遠い昔忘れ去られた悲しい秘密を持っておる泉じゃ。もう一度忠告しておこう娘よ。水はいつでも優しい存在なのではないぞ。うん、頑張るね。最新情報、ホッセグリムが音楽を水も踊らせるほど上手に奏でる力を私にくれると言った。それには3つの乾きの石を満足させた後、魔法をかける楽器とお供え物用の食べ物を用意すること。乾きの石を満足させるには森の中にある強力な3つの湖に持っていくように言われた。湖の場所は教えてくれなかったけどヒントはくれた。1つ目はもともと大きかったが今は小さい。2つ目はもともと綺麗だったが今は汚れている。3つ目は忘れられた悲しい秘密を持っている。まあ大体わかるけどね。なんか、あ、これか。乾きの石、滑らかな川のガラス。違った、日記に挟んでおこう。乾きの石はくれないね。この涼しげな水の中に入らなくてもいいのかね。誘い込もうとするのはやめて。私はトロールを探しに行くよ。しかし幻想的な映像だな。よくこの発想が出てくるよな。よいしょ。ロッククライミング。
最近やってるゲーム大体このロッククライミングができる女子のゲームやばっかりやってる気がするわ。見覚えのある植物ね。そうだ、カノコソウの花だ。カノコソウ、これか。なんかに使うんだな。あ、もう乾きの石今持ってたな。これか。何かに見られている。でも何に。ここは暗すぎて危ない。私は生きたままラースを助けなきゃ。もしパパがここにいたらどうしてただろう。襲ってくるものが見えるようにパパならトーチを作るはず。トーチ、布が、布はあれどうだな、組み合わせられないかな、うん、何かに巻きつけるのは十分の長さね。きっとよく燃える、うん、はあ、これは、はあ、ダメか。それっぽい木の棒みたいなの探さないとダメっぽいな。よろしくお願いします。わあ、忘れ去られた教会ってこっちでいいんだっけ。オッケーオッケー。多分今はちっちゃな川ってこれじゃないかな。よいしょ。やっぱり。ん？石をこの湖の中にちょっと。水をたくさん吸い込んだ。本当に乾きの石だったんだね。光ってる。満足してくれるといいな。ヒールだ。いたー。それもしかしてさ、ヒルダ、勇敢な頭部、ヒルダに会いに来た。私が探しているものをあなたが持ってるかもしれないの。杖なんだけど。それは狼の棒。ヒルダ、トロールのフルダにあげた。庭のカラスを追い出すため。フルダはトロールの姉妹、垣根のトロール。植物たくさん育てる。フルタお茶おいしい。かわいそうなヒルタ、おいしいお茶ない。彼女がまだあの杖、狼の棒を持ってるか聞いてみるね。ありがとうヒルタ。その鼻に刺してるやつじゃなくてよかったな。ヒルタにお茶見つけた、うん、もうすぐ見つけられると思うよ。そうすればヒルダ、最高のトロールの姉妹のお茶作れる。フルダのユリ、美味しい。お茶が見つからなかったらどうするの？また人間を食べ始めたりしないよね。それはしない。人間はお茶をくれるから。さて、となると次はフルダに会いに行かなきゃいけないのか。いまだにこの木の根のあの移動の手段がね、今一つ分かってないんだよね。どこに何があったっけみたいな感じだから。
よ、フルダ。トロールの友人トーブ、お帰りなさい。どうしたの？困った顔ね。ヒルダがあなたにあげたものを探してるの。杖なんだけどね。なんて言ったっけ。狼の棒と呼んでたやつよね。ねえ、カラスを追い出すとき使ったことがあるよ。カラスが怖がらなくなっちゃった。素敵すぎてね。古い池に捨てちゃったよ。古い池？それはどこにあるの？あなたにとって大事なものだったのね。案内するよ。捨てた古田が悪い。ついてきて、トロールの友人トーブ。またゴロゴロって行くの。あ、やっぱりここだよ。この大きな針の落とし穴を通っていけば。そう、最も針の多い森の落とし穴。ん？どうやって渡ればいいの？フルダなら飛び降りるよ。川にたくさんの針の傷跡、トロールには強さの象徴になる。それは多くを語る言葉だね。私は突き刺されたくはないよ。そうね、あなたの魂は強いけど、体は弱い。まるで花のようね。褒めてる？おお！さあどうぞ。古田優しい。すごい。これがマシだよ。私は行くね、トロールの友人トーブ。ありがとう、古田。ああやって移動すんだ、みんな。やっぱり。よし、じゃあ渡れる。やっほーい。わあ、とってもいい香りがする。お花かな？すごくいい香り。ああ、とっても眠くなる香り。こら。こらこら。よいしょ。私に助けさせて。はあ、硬かった。ああ、なんて深い眠りだったのか。攻撃的なカラスの群れから隠れてか眠ってしまったらしい。ここのものは全て小さく見えるな。ちょっとした昼寝程度じゃなかったような、うん、グレートマザーツリーに頼まれてあなたを探しに来たのよ。そうなのか。そうだな、お主の言う通り、我々はつながりをなくしてしまっていた。もうすぐだ、根の道を感じる。よし、またつながった。起こしてくれてありがとう、娘よ。我々の根の道をいつでも使ってくれ。ありがとう。はい、というわけで本日はここまでにしたいと思います。新しいバッジを獲得しました。つながり、これで多分全部つながったんだよね。うわー、はあ、あの百合の香りかな。何かわからないけど、すっごく眠くなってきた。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイビー。